はい、こんにちは。対数の基本事項の確認ですね。まあ、どっちがでかいかと。どっちがでかいかっていうのを比べるのに、まあ、こっちはなんか、これ以上どうにもしようがありませんが、こっちはまあ、18だから、掛け算に分解できて、まあ、要するに対数ってのは掛け算は足し算に変えられるからっていうんで、これを分解して、ばらしても、足し算にばらしても、あんまり嬉しい話にはならないですね。こんな風に。ログ72、これでいいのかな。9×2。こんな風にばらしても、対して、これと比べるのに全然いい話にはならないし、さらに定を変えたところでもっともっと複雑になるばっかりなんで、まあ一番基本に差し替えて、まず、ログ23とか、まあこれもそうですけど、無理数であることを証明しようというのにどういうことをするかっていうと、ログ23が無理数であることを証明しろって言われたら、まあ、ごく普通に、有理数であると仮定してと。p 分の9と。で、まあ、明らかにプラスの数だから、じゃあ、p 級自然数と。そうすると、対数の定義は、2の p 分の9乗が3。で、両辺 p 乗すれば、2の9乗が3の p 乗と。で、まあ、これでもう p 級自然数だったら、左辺は偶数で、右辺は奇数。なんで、矛盾しますねと。じゃあ、まあ、矛盾する原因はもちろん、最初にこれを有理数と仮定したことが誤りなんで、まあ、無理数ですと。でもこれ、自然数、有理数ではないけども、これ、どれくらいかっていう、ニアリーイコールだったら、ここで2の累乗と3の累乗の近い値になるような自然数 PQ 探せば、ログ23の近似値が求められますねっていう話ですね。なんで、まあ、一番パッと先に思いつく、2の3乗と3の2乗は、まあ、1違い。で、こっちの方がでかいよと。で、これで両辺に、今知りたいのが、ログ23だから、定2の対数を取ってあげると、左辺はこれはもう3ですよね。で、右辺が、この指数は前に出せるんで、2、ログ、23。ってことは、両辺2で割れば、ログ、23は、口開く2分の3。1.5 よりはでかいですよ、と。で、まあ、この P と Q をもっとでかい数にしていけば、もっともっと、どんどん精度が高められていくんですけど、今はまあ、これとの代償比較だけなんで、これもやはり、じゃあ同じように、7の累乗と18の累乗で、まあ、なんか、近い値になるもの。で、まあ、これと比べたいと。いうんで、まあ、これ2乗と1乗だと、全然、値が小さす、ガバガバすぎて、まあ、こっちで3乗を使ってるんで、ここでもやっぱり3乗を使いたいと。そして7の3乗は、49×7 だから、350-7 だから、343。で、18の2乗は、81×324 と。まあ、近い値。で、こっちの方が、ちっちゃいと。これありがたいのは、こっちは3乗の方がちっちゃい。こっちは3乗の方がでかいなんで、これでまあうまく比べられると。ログ、定7を取ってあげれば、こうなって、3の方がログ7、18の、でまあこっちに2が出ると。ということで、ログ7、18は2分の3よりもちっちゃい。こっちは2分の3よりもでかいだから、こっちの方がでかいと言えましたというだけの話です。じゃあ以上です。ありがとうございました。